黒田義希は日本の地方公務員。学習院大学法学部卒業。学位は法学士。妻は上皇陛下の第一皇女子である黒田清子。王女の結婚相手としては皇族野球家族出身者でない史上初の人物である。1965年4月17日、トヨタ自動車に勤務する父、黒田慶次郎と母、 住子の長男として生まれた。弟が一人いる。1972年4月、学習院初等科に入学する。綾宮文みやふみひと新とは、初等科時代からの学友であり、高等科時代は、写真部、地理研究会、大学時代も、自然文化研究会で行動を共にした。大学時代のサークル仲間には、後に、ふみひと新妃となる、川島のりこもいた。 在学中の1986年に父の黒田慶次郎と死別する。1988年3月学習院大学法学部を卒業する。大学卒業後は三井銀行に入校したが、1996年31歳の時に桜銀行を退職。翌年東京都庁に入庁する。東京都都市計画局総務部総務課の勤務を経て、 結婚した2005年時点では、都市整備局市街地建築部建設業課建設業、指導係の自席を務めていた。都市整備局総務部総務課係長を経て、2009年に管理職選考に合格。翌年の2010年4月、建設局公園緑地部管理課課長補佐に承認し、2012年4月には、建設局第五建設事務所の幼稚課長に承認した。 2013年4月、都市整備局市街地整備部担当課長。2015年4月1日、港湾局総務部団体調整担当課長。2017年4月1日、建設局公園緑地ぶり要促進担当課長。2019年4月1日、都市整備局都市づくり政策部都市計画課長。2021年4月1日、 都市整備局都市づくり政策部都市計画課長。大学卒業後も、秋篠宮家とは交流があり、秋篠宮邸での友人、知人の集まり、三間の会にも招かれていた。2003年1月、この集まりの中で、顔見知りであった、のりのみやき子ない新納と再会。その後、2年余りかけて、交際を深めた。文人新能は後に、 記者会見で最初二人が会うきっかけを作ったのは私でありますし、それから二人が会ったうちの何回か場所を提供したのも事実でありますなどの逸話を語った。交際に際しては連絡手段に電子メールや手紙を用い、特に手紙は秋篠宮が双方に届けたという。2004年11月、清子内親王との婚約内定が報道され、一躍話題の人となる。 同月9日にも婚約内定発表の予定だったが、新潟県中越地震に配慮し延期。高松の宮妃、菊子の皇居により再延期され、同年12月30日に、宮内町より正式発表された。翌2005年3月19日の農祭の儀、10月5日の国旗の儀を経て、11月15日に、日部屋の帝国ホテルで、結婚式と披露宴が行われた。 午前11時に行われた結婚式は、伊勢神宮の大宮寺が祭祀を務め、天皇、皇后の失業及び皇太子他皇族の大輪を、青ぎ、黒岳関係者など、両家の親類のみ出席。同日午後4時からの披露宴には、天皇、皇后、皇太子、同妃をはじめとする皇族、親族、知人ら130人が出席。 上司にあたる東京都知事の石原慎太郎も出席し、乾杯の発声を務めた。清子内親王は、結婚に伴い、翌16日に、高等府より除籍され、一民間人の黒田清子となった。なお、皇室経済会議の決定により、国から1億5250万円の一時金が支給されている。結婚後は、皇室と最も近い親戚筋として、 皇室を支える役割を担っており、清子と同伴し、新年祝賀や天皇誕生日祝賀などの宮中行事に参列するほか、御所での夕食会など、皇室の内輪の集まりにも出席している。また、国賓を勘退する宮中晩餐会にも招待されることがある。1990年6月、文人新郎と川島の子が結婚。この時、 ヨシキラも親しい友人として取材を受けていた。趣味はカメラと自動車で、カメラはアンティークを好み、イギリス車を愛する。友人からの愛称は黒ちゃん。清子内親能と結婚した際のコメントの一つとして、ジャーナリストの友野久子は、黒田さんは、いわゆる名家の出身でもなければ、飛び抜けた資産家でもない。サラリーマン家庭に育ち、 自身も東京都庁に勤める地方公務員。父親を早くに亡くし、結婚後は母親との同居が前提。こうしたごく庶民的な条件を持って、黒田さんに白羽の矢が立ったとは考えにくい。結局は、語学友として、秋篠宮の信頼が厚いという、その人柄によるところが大きいのではないかと述べている。ありがとうございます。